こんにちは、神崎です。ですね、右食検知機器の横にあるんですけど、ちゃんと。はい。こいつ、何かというとですね、これ、ね、位相差顕微鏡です。これ、つないでます。ビヨーンと。あ、これも、後で紹介しますね、今度ね。まあ、これね、古いテレビなんですけどね、ここの部屋だけがね、残念ながらね、まだ、高いパソコン変えてません。早く欲しいんだけどね。あともうでかいモニターもね、ここも欲しいんだけどね。まだまだそこまで行ってません。軽く10万も済みますんで、そこまで行けてません。ごめんなさい。もうちょっと待ってください。そこ頑張りますんで。他のお金、ね、まだいるのがあるんですよ。もうすいません。ということでね、これ何かというと、位相差顕微鏡って言って、ただの顕微鏡です。で、これ、黄色いコード刺さってるのわかるかと思うんですけど、この黄色いコードで、このテレビモニターで映すと。何を映すかっていうと、白素とかね。お口の中の細菌を取って、ほら、バイ菌これだけいりますよっていうね。どんなバイ菌がいるかっていうね。ある程度簡単な仕分けぐらいしかできませんけど、もっと細かく仕分けしようと思ったらね、染色して固定して、しっかりとね、顕微鏡で像を見て、これとこれの比較してとかね、形がどうだとかいう染色していかないとわからないですから、はっきり言って丸いのが並んでるだけだったら連鎖球菌のどれだっていう話になるし、双子やったら双球菌っていうやつだったりとかね、むにゃむにゃむにゃって針金みたいにむにゃむにゃむにゃってなってるだけやったらね、スピロヘーターなのか、それともねだでこういっぱい持ってね、そういったの線虫とかね、そう、線虫でね、もう出てこない、どう忘れ、すみません、そういったやついっぱいいるんでね、どの分類になっていくのかとかね、いうのなかなかそこまではいけない。だけどもね、大まかな分類でこのヒョンヒョンヒョンってなってやるやつ、そいつらだったらちょっとと歯周病進んだ時に危ないよねとか、連鎖丸いやつ連鎖球菌なんだけども、まあそうミュータンス菌、虫歯菌っていうのはね、連鎖球菌の代表例なんだけども、そいつがいっぱいおったら、あ、虫歯になりやすいんじゃないかなとかね、いう判断はできる、参考にはなるっていうやつです。なのでどれくらいいるかとか、そういうのはあんまり気にしない方がいい。だって1日ね、歯磨きできなかったら、バイ菌ブワーって溜まっちゃうわけだから。だけども、それをね、できるだけね、皆さんに分かりやすいように説明できたらなと思って、これはもう買って20年近く、15年を超えるかなぐらいにはなりますんでね。だからまだ、HDMI 端子ではありません。ビデオ端子です。はい。なのでね、最近のテレビ使えるのかなと思ってはいますけどね。もう位相差顕微鏡自体は使えますけど、ケーブルが、ね。ということで、ちょっとケーブルちゃんとあるやつを、いつか見つからって、モニター変えたいと、液晶テレビに変えときたいなと思ってます。それまで待っててください。それじゃあまた。